汚染された川に住む糸ミミズ糸ミミズは関係動物も品物をつないとミミズ化に属するミミズの一種糸ミミズ化に属するミミズの総称でもある河川や湖沼の指標生物にされる主に下水管の中や側溝水田などに集団で生息している生命力が強く基本的にどこでも生息できる世界各地に分布している乾燥にも強く 水がなくなると塊になって身を守るので多少水が少ない場所でも生きていける。土や砂の中に潜って尻を出しながら沈殿した有機物を食べる生活をしているため細かい提唱を必要とする。そこに何もないベアタンクで飼育すると潜り込もうとする習性からお互いに絡み合い玉になって中心部が酸欠で死亡する。数時間で水質が悪化するのはこのためである。 ペットショップでは、水道水を適化してかけ流す方法が進められることが多いが、これは大量購入大量消費を前提とした、いくら死んでも構わないというやり方であり、長期間の飼育、繁殖を考えているものではない。餌は、ほうれん草パウダー、青汁、イースト菌などを、バクテリアや植物プランクトンと同サイズの有機物が用いられる。ただし、沈殿するものでなければならない。 個人レベルでの飼育、繁殖であれば、浅いみな底に枯れ草や落ち葉、腐葉土等を敷き、肥沃な水田や池などの土を入れてやれば、自然と発生し繁殖する。魚や両生類などといった水生生物の餌として利用することもある。釣り絵でも使われ、ぼったと呼ばれ今や、船等を釣るときに使われる。養存酸素量を調べるのに、 赤色のヘモグロビン様の色素を持ったものは体内に酸素を蓄える能力があることから酸素が足りない基準とする指標生物として利用する。水田の土壌育成にも一役買っており、一年を通して豊かな土を作るため冬場もたに水を張っているところがある。ありがとうございます。